えそれでは、じ、え、事前ちょっと、えっと、本ちゃんですね。えっ、ー、と、CBC 賞とラジオに決勝行きました。はい、お久しぶりですね。月曜日以来なので、入国調査の飛ばして、日本住所を飛ばして、末も休み明けてました。はい。夏けば、いよいよ開催ですね。今日は、今日はど、どうしたっけ、TBH 賞が、そや、カフジテドラゴン <かまっ bunları> だけど、4000円しか使うのかと文句言ってたんだ。中京が、逃したな、これなぁ。これ痛かったなぁ。シュベルトライテしもた、これ取れたこれ。これ今の続いてたもんなーあすここんなもんだきて。最後の福島が、えーと、確かあれやな、なやったっけ、あの、えー、と、そう、オンザラインとカズプレスね。切って、アドリリーミンスとかありがとうございましたまあまあまあ、今日はラッキーだったですね。はい。 で、えっと、明日はって言うと、まずしし、c b し c b しはし多分ね、そんなに荒れるイメージないんですけんたのでしょうか。はい。思うんですけど、ちょっと場を回復して、両方まで下手し行きそうかなってところで。一番人気、まあ、とりあえず、マットクールでしょ、これ。うん、とりあえず、これでいいか。うん、とりあえず、これでいいか。うん、シルクロード、三着は強かったね。 はいえっ、ー、と3勝クラスで新スポッターに勝ってるんであと連想君役員ですもんねはいもう戦ってきた相手が違うんで吉野さんも倒してるんで、はい、ここでできた相手にやっぱあの先着してますはい以上です、はい、この相手よりは上と58.5背負いますけどまあ元々ね体重重いんでそんなに気にしなくていいかなと思ってますバカくね はい、えー。で、それにリベンジかけて、エイシンストッスポッターですね。はい。ファイナルステークスはヨシノイスター。まあ、ヨシノイスターはね、えー、とー、相手にか、上位2頭これ買ってるんで、はい。まあ、エイシン、とからヨシノイスターは1個隠したかなと思ってます。まあ、このもんね、あのー、なんやったっけ、あいつ、えー、とー、マッドクール同うか、重傷で実績あるんでいけると思ってます。はい。 前走はすごかったですね。爆音バいで騒いで16番手から上がりと速1着でした。お見事です。AC 進管サンクやってすげえな。すごいでな。はい。角田大河さんがまだ優勝2年目で取ってない、取った。あーごめんなさい、シーズンリスト取ってるは,はい、まあ。ワンチャン逆転候補か。ただまあ展開選ばなし前行けるってのはやっぱ上がってくるんでしょうね。はい。うん。 で、その下が吉のイースターか。はい。えー、クラマステークス一番にキッチされましたけど、出遅れたんですね。の割に外回って4直は強かったと思います。はい。あの、まだ重症経験してませんけど、あの、重傷を勝てそうな、えー、器、器ってか能力はあるかなと思ってます。ちょっとね、1枠一番はちょっと中京開幕集といえどもしんどいかなっていう枠順ですね。結構技術いるんで。 はい。で、えっ、ー、と、あと、トラベスウラとかディビナッシオンも押さえといて、まあ、上位人気ですね、結局ね。はい。あと、スマートクラウンジュか。これが4万人気ですって。はい。えー、前走えー、不良ボアで、えー、さっき言ったエシンスポッターのレースで3着。まあ、前で不良ボアでよく粘ったなというのをやったんですけど。えー、6歳ですけど、全然、あの、体、 ほとんど、まだレース使われてなくて、まだ6歳ですけど、合計が8、15戦かしかしてないんで、まだ若いですね。はい。で、えっ、ー、と、多分体退出面なのかな結構休み明け多かったんで。はい。えー、6歳でようやく完成形に近づいてるんじゃないんかなっていうところでよろしくお願いします。はい。池江急車トップスプリンターが6歳のやつを迎えて11期入る。そうやな。そうや、ほんまそうやと思うわ。はい。 まあ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 、こなんなもんかな。多分なんか人気で決まるか。6等ボックスだ、マイナスな。の多分な、これな。上位6等ボックス。10倍切る、10倍ぐらいになるんよそうやろな。は,まあはい、はい。1、3、8、人気3等で決まると、え ?3 連覆七7倍ぐらい。7倍じゃしんどいな。鳥紙か。はい。ラジオ日経賞難しいです。レーベンスティール以外が割れてます。助けてくださいってことですけど。 で、グラニットか、エルトンバローズか。今んとこ一応この3頭軸でフォーメーションかな。レーベンスティール5トならラッキーぐらい持っときましょうか。うちで逃げたら展開理にかなうがグラニットでしょ、はい、レーベンスティール、どうやろうなぁ。小こ倉この、小倉ちゃんは福島の小回り向くんか知らないですけど。 打ち目で注目したんよ、一応このままかなと思ってるんですけどね、エルトン・バローズですね。はい。えっ、ー、と、京都、えー、マイル、そして前奏も、阪神、前前奏が阪神マイル。えっ、ー、とね、勝った舞台がね、ちょっとね、マイルっていうところで、えー、ちょっと1008以上がどうかと思うんですけど、一応1008以上でも距離は持つんで、はい。特に前奏、前前奏ね、別に距離が長くったんで、マイルで勝ちましたってなるじゃないと思うんで、はい。 難しいですね。はい。まあ、人気馬で言うと、マイネルモントだけちょっと今んとこ印抜いてますね。お外はしんどいかな。以上です。はい。この人うにきましょうかね。今回ね、面白いものもらんねん。どっちか面白いものが俺、エルトンバロードかなと思ったんやけど。はい。この人来しきましょう。また、明日ライブでお会いしましょう。とうごら、いました